どうぞ。よー少年、稼いでるかい。はは、2年ぶりか。たまには顔見せろよ少年。少年なんて歳じゃないよ。何歳だろうが、私にとっちゃあの頃のイメージのまんまだよ少年。届け屋のきっかけになった人、内藤ライタ。世界的に影響力を持つ大企業ライトニングテックの代表だ。すっごい有名人よね。ニュースでよく見る。ずいぶん前になるが、内藤が開発したクリーンシステムの機密が世界中の情報機関に狙われた。データを奪われることを恐れた内藤は、信頼できる人物にデータを運ばせようと考えた。難しいミッションだね。そいつを運んだのがタイヤなんだぜ。なるほど。未来につながる仕事をして、内藤たちにも喜ばれて、タイヤも届けを始めることを決めたそうだ。タイヤさんとこの人、どういう関係なんですか？タイヤにとっては、先生のような存在らしい。先生。お、調べさん。ISA の監視システムが、未確認の飛翔体侵入を確認しました。十分に警戒を。ピッ。さっきの文ちゃん可愛かったなぁ。可愛かったなぁ。あつ。これが届け物？うん。世のため、人のためのお届け物なのだ。少年。トゥ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 足りないこんなもんか。オーバーヒートしちゃってアクセル切符。足りるフッ素取るで一切合切なぎ倒す勢いで。もどき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 って。Don't stop ready alright。爆上がっていこうぜ hands up hands up。完璧じゃなくたって。世界中全部かき回すんだ。だいぶいいもんさ。かき回すんだ。でん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 でで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 。私の信頼厚き部下に難しい手術を控えた小さなお子さんがいてね、励ましたくて何が欲しいか部下に聞いてもらったところ、ブンブンジャーが欲しいというのだ。そりゃ難しい注文だ。そこで世界に一つだけのぬいぐるみを作ったのだ。どうして俺に運ばせるんだ？お子さんは車が大好きでね。君があの赤い車で颯爽と乗りつけ、プレゼントを渡す。素晴らしいじゃないか。オーライ、他ならぬ代表の頼みだ。やるよ。素晴らしい。期限や詳しいことは秘書に聞いてくれ。報酬も弾もう。報酬はその子供の笑顔がいい。というルールらしいが、もらえるものはもらっておけよ。タイヤ君がお帰りだ。ガチャ。そのお金は世界中の子供たちのために、腹いっぱい食べさせてやってくれよ。変わらんねえ、そのスタンス。素晴らしいよ。
最新話まで全話見るなら東映特撮ファンクラブテラサ、その後は再現戦隊マサトシ前田へ。今日の放送をもう一度見るならアメバティーバ、その後は再現戦隊マサトシ前田で。チャンネル登録がおすすめだ。よろしくお願いします。前田でした。